関根勤が語るラジオで凍りついた女性歌手の冷たい一言とは。関根勤さんは YouTube でラジオ番組での一番のピンチを語りました。1986年の生放送で大貫妙子さんがゲストに来た際、予備知識がなく困惑したそうです。最初は冷たい態度に凍りつきましたが、同い年と分かりなぼやかに話せたと振り返り、勉強不足を反省していました。みんなの反応。大貫さん、下調べせずに取材すること多いんじゃない？今もネットで調べられるのに、そういう記者やアナウンサーいるよね。伊集院光がラジオで坂本龍一に歌わないのか聞いたら、坂本が苦笑しながらやってたと答えた。 YMO のライディーンが好きだと話したけど、坂本の曲じゃなくて微妙な空気に、坂本が亡くなった時、伊集院はラジオでバレエメカニックをかけてあったことないと言ってたけど、実はゲストに来てたのを忘れてて笑った。関根勤さんって普段は良い人ってイメージだけど、ラジオでは黒い関根を出してたんだよね。東京ベストヒットって番組では特にそれが合わなかったみたい。当時毎週聞いてたけど、黒い関根を出すとアシスタントのアイドルやゲストのファンから苦情が来てたし、アシスタントが怒って1時間以上も黙っちゃうこともあったんだって。関根さんはちょっといじったつもりだったんだろうけど、リスナーからも面白くないし優しさがないって印象だったみたい。この番組の縁でおにゃんこクラブの映画で変な爆弾魔を演じたけど、関根さん自身もそれを黒歴史と思ってるらしいよ。大貫さんが深川亮さんと遠藤真理さんのラジオに初出演した時、曲作りや交友関係について深く話してたんだって。相性も良かったみたい。調べすぎるとディープになりすぎて、一般の人が興味を持てる話が難しくなるんだよね。知らない人でも楽しめるトークをするのは本当に難しいと思う。ジャイアントババさんはプロレスファンを公言するアナウンサーには冷たく、素人っぽい発言を嫌ってたみたい。でもプロレスファンじゃないアナウンサーの素朴な一言には共感してたんだって。関根勤の名前があるけど、彼らしさが出せず、アイドルの引き立て役だったからモチベ低そう。徹子の部屋では徹子さんが自分でゲストの情報を調べて資料を用意してるんだって。スタッフ任せじゃないのがすごいよね。大貫妙子さんのラジオで生物学者がゲストで面白かった。静かでさっぱりした話し方が良かった。カマキリ拳法好き。関根さんがフジテレビの小堺さんの番組で MC をしたけど、ゲストと会わずに変な空気になってハラハラしたよ。アナウンサーってただ原稿を読むだけじゃなくて、いろんなジャンルを知ってないとダメだよね。昼帯の若林優子アナウンサーは難しい文章も滑りしたよく早く読んでて、しかも聞き取りやすくて感心したよ。英語もペラペラで可愛いし完璧だね。 TBS には優秀なアナウンサーが多いけど、テレ東は退社するアナウンサーが多いみたい。大貫妙子さんの音楽が好きで、小学生の時に感動して音楽好きになったよ。大貫さんのこと知らずに下調べもしてなかったなら、大貫さんが正しいし対応されても仕方ないよね。 MC なら事前に調べて質問をまとめるのが普通で、大貫さんの対応も当然だよね。芸人は共演者を調べるけど、役者がテレビ見ないってアピールするのは何？かっこいいと思ってるの？番宣でも共演者を調べるのが礼儀じゃないの？関根氏は空気読めないけど個人的には好き。ターザン山本や CW ニコルのモノマネで滑るし、後輩にも滑らせる。音楽には興味なさそうで、知識が偏ってるから誰もついていけない。関根がスタッフに話してたのを聞いて、大物じゃなくて悪かったなって思ったんだろうね。ペリーのモノマネ見て、この人ずれてるかも。若手芸人が気の毒。大貫ファンの外国人に神対応をしてサインしてたよ。関根さんがラジオで失礼だったのは予習不足が原因だね。関根は運に恵まれてきたけど、 MC のスキルが足りなかったんだね。タモリさんのテレフォンショッキングの凄さを再認識。関根さんがリスナーのペンネームに反応。工藤静香が冗談で引いた。お互い興味なくて調べてなかったんじゃない？大貫妙子の曲、YMO やユーミンに次ぐ人気。関根は小物に見えるから復讐やめた方がいいよ。みんなの反応としては、関根勤さんの予備知識不足に対する批判が多いです。多くの人が MC やアナウンサーは事前にゲストについて調べるべきだと考えており、大貫妙子さんの対応は当然だとしています。一方で少数意見としては、関根さんのユニークなキャラクターや過去のエピソードを楽しむ声もあり、彼の個性を評価する人もいます。当チャンネルの意見としては、関根勤さんのエピソードは事前の準備の重要性を教えてくれると同時に、予期せぬ状況でも柔軟に対応する力が求められることを示しています。特に
ラジオやインタビューの場ではゲストの個性や雰囲気に合わせたコミュニケーションが大切であり、関根さんの経験はその難しさを物語っています。